ストップがばりです。スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、本日はね、あいつが届きましたってことでね、紹介します。はい、こちらです。ビーンビーンジキシビーンってことでね、エアマックス96ですね。はい、まあ、エアマックス96です。まあ、当時ね、エアマックス97の認識で、でしたよね。あ、やべ。それでは早速開けてみたいと思います。おっとーぷ、おっとー。ビーン、ビーン、ビーン、ビーン。あ、ぷわ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 、でーん。ということで、はい、エアーマックス、96です。はい、いや嬉しいですね。当時エアーマックス95が流行って、まあ、96がちょっとずっこけて、で多分当時エアーマックス96が、多分3万円ぐらいで取引されてたのかな、2万9800円とかで、97がまたさらにずっこけ、もうどんどんエアーマックスブームが落ちていく中でのエアマックス95からの3足目のやつですね。はい、これね、あの面白いのがね、素材がちょっと面白くて、ここがねフェルトっぽい素材になってるんですよ、数種部分が。で、あとね、ここのこの黄色い線あるじゃないですか、黄色いラインベーって、ここも黄色フェルト部分あるじゃないですか。でここがリフレクターになってるんですね、ここ、この銀のラインが、ここもベーって、それはちょっと面白いですね。まあ俺の記憶が正しいか分かんないけど、なんかかかとのエアがちょっと減った感ありますよね。ちょっとあの省エネ感ありますね。ちょっともうちょっとボリューミーだった気がするんですよ、かかとのエアが。だけどなんかちょっと省エネ、省エネ風味なんじゃないか、省エネ風味なん、省エネ風味なん。まあアウトソールこんな感じです。はい、いや嬉しいっすよね。うん、やっぱりね、あの復刻されるって嬉しいっすね。特にこういうポリウレタン素材をこうミッドソールに使ってるものっていうのは加水分解して当時のもの履けないですし、で取っといてもまあただのゴミになっちゃう感があるし、まあどうしていいか分かんない感あるから、まあだから僕はあんまりね買わないんだけど、でもやっぱりこうエアマックス95とか96とかこういう97、まあその当時見てきたものっていうのはね、やっぱりね、あー懐かしい、欲しいな、風味なんじゃないかな感ありますよね。で到着した時本当にね、やったって感じになりましたよね。うん、本当ね、あの嬉しいよね。しかもやっぱりこう正規店、まあアトモスで購入したんですけど、正規店で買えたってのも嬉しいですね。まあ買えてよかったです本当に。うん、懐かしいし嬉しいし、しかもちょっとこれ黄色入ってるじゃない。だからこれちょっと金運アップする風味なんじゃないかな、かこれ入ったら多分ね金運アップします。はい、ということでね、本日はエアマックス97ですね。97じゃねえ、俺はね、俺は、まあ、当時エアマックス97って言ってたけど、どうやらエアマックス96なのかな。まあ、どっちでもいいや、どっちでもいいっす、以上です。どう